皆さんこんにちは。今回は、先日実装されました、ペットレースをやってみたいと思います。それでは行きましょう。ペットレースキット。物理攻撃、臆病な、シュネイさんで行きます。とにかくダッシュで、高速を維持しましょう。ジャンプを多用するより、できるだけ避けた方が、早い気がします。体力があるうちは、無理にスイカを取る必要はないです。ぶつかっても、体力があるなら、気にしないでダッシュあるのに。ぶつかると、体力が減るので、タイミングを見て補充。ラストだー。ラストは、ダッシュレイだ。レコード更新、1分3秒84。第2のコース。スタート。このレースのコツは、直線の時に、進行方向を、まっすぐに調整することです。カーブの後に、方向を調整しようとすると、ペットがすでに進んでて、壁にぶつかってしまいます。多少ならぶつかっても、問題ありませんが、進行方向に詰まって、大幅なロスになることがあります。体力があるので、ほとんどスイカ取ってませんね。ラストだー。ダッシュダッシュ。いけー。レコード更新、1分4秒96。第3コース。ハードル走。スタート。レコード更新、7秒70。今回は、ペットレースを頑張ってみました。それではまた、次回の動画でお会いしましょう。